さあということでね、いつもの大妖精様のところを。はあ、うん。それでは、ポカポカハーブが足りないね。うん、ポカポカハーブを、あと、6だからあと5ね。はい、でクライムはアイスキースで、まあ基本的にクライム装備で戦うことはないので、で忍びマスをまた5匹取ってきたので強化可能。体が一通り揃ってる感あるんで足が先かな。うん、はあ、やめろやめろ。よし、助かった。助かったのか。よし、お、こいつもさあ何になるの。正気無効。もし無効になるんだったらね、強化したいとこだね。まあ先にブーツくんね。お、足りた足りた。砂漠探索、雪山探索で役に立つんでね、ブーツくんもできるんなら強化しときたい。セットもんじゃないけどなんかあんのかな。さああとはそうだね、過去の見た目装備ばっかりなんで強化する必要はないかな。チンクル装備は強化できないらしいですね。うん、ちょっとこれを装備してみようか。さあ効果は正気ガードアップ1増えただけか割とどうでもいいな。結局ね、正気攻撃を食らった時は貫通するんでね、正気の上に乗れるだけなんで、もう地下の探索もほぼ終わったからね。となるとやっぱあれだね、蛮族装備を強化して攻撃力を上げたいところだね。蛮族装備強化できなかったけど何がいるんだ。じゃ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 ーん。はあ、うん、はあ、蛮族装備、蛮族装備、ライネル系か。まあライネル抹殺しに行くか。そもそもね、あ、でも攻撃力アップって確か鬼神の仮面、これも攻撃力アップだよね。これはオルドラのウロコか。まあこの装備のね3箇所もまた取りに行かなきゃいけないんで、ではここ行きますか。見つかるかな。上上上上はあるね。上から飛び降りてみるか。はい、着地。そこの岩がね、穴になってる。板がありますな。扇風機と、一
カダ、イカダ。これじゃダメなの？同じ扱いじゃないの？めんどくせえな。どっかがね、洞窟になってないか。自力で見つけたぜ。嬉しい。まあこれしかないんだけどね。まあ分かってたよ、これしかないからな。やった、おめえこんなところにありやがったのか。ロードが。おっと。デグガーマさん。よーし。さあ、今度こそラストかな。まあ、つながってない以上、どっかに穴があるしかないからね。パパセ、セパパ、パセパ、わからん。今度こそ全部やろう。さあ、なんか特別演出。特別演出は一応あったね。浜の根が全て解放された。闇を克服した証。うん。ポーチを開く。証だけ？まあ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 。じゃあね、記念に。デグガーマさんを抹殺して、おお、白ですよ、白一番強いやつなかったっけ。両手剣が欲しい。ないな、しゃあない。それでは、あ、こちらの両手剣に、ダー系の武器の方がいいんだけどね。うん。まあ、いっか。それでは、コンプリート記念に、こいつぶっ殺す。ぴょんと。おいでー。やる、あの距離当てるか。気持ちいい。わざと飛んで口を開けさせて、爆弾をぶち込む。これはもう一回着地、待っててもダメなことが分かる。こいつほんと弱いな。やめたろこの仕事。一
番強いのでこれだよ。いやー一応地下は全部回ったけどね、まだいくつかやらなきゃいけないことがあるね。闘技場系かな。いやはい、ということで、地下コンプリート。闘技場系が、ここだね。ここまだ終わってない。ここ。変更しよう。宝箱にしよう。これと、ライネル、ボコブリン、普通のボコブリン、森ブリン、ライネル。あと何があるんだろうね。闘技場。もうちょっと地下探索しなきゃいけないけど、まあ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 、一区切りはついた感じだね。じゃあ次は闘技場巡りをしたら、エピソードチャレンジ系を進めていこうね。いやー。それでは、とりあえずね、一回強化に帰りましょう。よし、行くぞ。まあ、まずはヒットポイントを増やしましょう。残り1、2、3、4、5、6、あと6個。そして一応地下の探索が終わったんだけど、地下闘技場がねまだいくつか残っているということなので、ね、現状終わらせた地下闘技場はここ、そしてここで、一番多分やばいのがここのライネルのところで、現状確定で分かっているのは、ここだけなんだけど、まあぐだるだけなので調べました。あとね、まあこの辺のどっかにあったかな。まあ攻略ページ裏で開いておりますんで、ね、こことあとこの辺かな、この辺。うん、まあ行きましょう。じゃあとりあえず確定で分かってるここやね。お、開いてんじゃん。さあ、密林の闘技場、何が待っているのやら。バナナ、バナナ、イーガダンバナナばっかり、バナナっつうたらイーガダンだけど、イーガダンが閉じ込められてたらそれはそれで面白いけどね。バナナだ。罠にかかったな。貴様はリンクだな。バナナに釣られてのこのこ来るとは聞いていた通り間抜けなやつめ。自己紹介だ。我々は、強くたくましいコウガ様率いるゼルダ姫と貴様を倒すための戦闘集団、イーガダンです。さて、我々イーガダンの名に引っかかった愚かな貴様の相手は、ね、この地で闇の密林の道具上に巣くう黒ヒノックスだ。お命ちょうだい。えヒノックスクソザコやんヒノックスはね、マジ弱いよ。さあどうしようか。大剣作っときたいよね。回転攻撃にぴったりな、これでいいや。よっ、なんか近づいてもないのに死にそうやぞあいつ来いよベネット、かかってこいよ。ユンボー、ユンボー、ユンボーが、レアツがない
それ邪魔だから片付けてた。行くぞ。あれ弱っ。誰を攻撃しようかなって迷ってる暇じゃないで。サービスシーン、サービスシーン。弱っ。あれ塗るない。あいつら帰ったのかな。あれれー、閉じ込められそう。まあ簡単に出れるけど。おっ、コログの、あ、なるほどなるほど、ここで手に入るのか、コログのお面。近くにコログがいるとカタカタ揺れる。ちょっと今度コログ見つけたら装備してみようか。確かにね、ここ、うん、コログの森の地下なんで、早めにこれ取っとくと、コログ集めに便利だったのかもしれないね。まあ、俺、コログは全部集めないんで。マジでこれだけか。一番ぬるい闘技場だな、これ。クソヌルでした。とヌルヌル、まあよし。はい、ということでミスリンの闘技場ヌルシでね、ここにもね一個、これだね、灼熱の闘技場。さあ誰がいるのか。当然装備は2箇所でいいんだけど、まあいいよ、めんどくせえ、全部装備。行ってみましょうか、灼熱の闘技場。近いのはここかな。入り口わからんし。上から行くか。さあ灼熱の闘技場、なんだろうね。前来た時はね、ほとんどなんだろう、鉄製の装備がなかったんだよね。おっと、ホラブリ、何ブリンだこいつ。モリブリン、こいつがモリブリンか。まあ初期状態のこいつがクソダボダメグジなんで。で次はあれ、青、青だよね。まあクソザコですよ。次が黒。取ってるね。ユンボウ、ユンボウ。そげ。あれ。まあ、ヘイトが回ってるうちに。で、白金。倒したら最後は同時と。盾がなくなってる。
まあ楽勝だな。思いのほかいないね。写真撮るのは最後でいいか。ユンボユンボ、ボーリングすんぞ。もうちょっとくっつけよお前ら。ストライク。そんなことだ。ちょ、写真を確認したいんで。数が少なくなってから、ね、武器を使っちゃおう。いけ、やったね、初ダメージだよ。頑張った。ノーダメじゃなかったよ。よかったね。よく頑張り待ちたね。4ダメージぐらい待ちたよ。うん、お、まだのやつあった。石打ち、お、石打ちはいる。これはいらん。回収。オッケーかな。さーて、ここのお宝は？おめえじゃねえ。残と、おっと、トワプリ凍結無効1個で。へえ、これはいいんじゃないか。凍結無効はいいね、1つで。ねえ、あのリト族装備を改造すれば凍結無効つくかなって思ってたんだけど、ただね、頭凍結無効、体で寒さにしたら足がスノーブーツ履けないんだよね。うん、残りは薬かな。はい、ということでね、闘技場炎のとこ OK。 あと1箇所、これか、これかな多分。うん、多分これだと思う。まあ違ってたら攻略サイトを確認しに行きましょう。ここからかな。